それではよろしいですか。はい、はい、指導でします。この原井家の花祭りの毎度の我がおとつみきがれあらわば原井たまえ清めたまえと申すことをかしめてとかしこみかしこみまおす。次に大祓いするのでございます。その腹にかむずまります。それらのつかむらぬかむことを持ちてなおよろずのかむたちをかむつといじんつといたまいかむはかりをふたりたまいてあらふるのみことは豊橋原の御堂の国の安国とおたえらって広しめずとことうたつまつるきかくうたつまつるし日にあらぶるかむたちをかむとはしんとはいかむ払いに払いたまいでことどしがねたつくそのかけをやめて雨の岩から離して雨のやいぶを伊豆の地上松上君、寄せ祭り、近く、松祭りし、山の国、長門、大山と日高見の国の安君と、定め、祭り、来たて、やるに、矢柱を太し、来たて、高間の原に、地区、高しいて、罪に学ぶこと、水の、少ないと、君、で、おかげと、かけにまして、安君と、平らけ、諸君のため、君、君、なりでも、安の祭り、人らが、過ちを、犯しける、三人の罪事は、安。ここらこの国で待つ、寝ろと思ってある。からみのも根気地より聞いたと、つくらえ、らして、おやつのことありぎって、かみ切りて、やはりに取り下げて、甘く、のみとごとふと、のみとごとを乗れ。かくならば、甘つかみや、雨の岩戸を押し下げて、雨のやいぐもいぐもちらく、一緒にする根気かみは、高山の末引き山に登りまして、高山の夜、引き山の夜をかけがけて、一緒にする。死にしたら、つむたゆうつむ。大都市などの風の雨の大群を吹き放つ。明日の右に、夕べに右に、朝かで夕かで吹き放つことのごと。大粒におる大船をひとき放って、ともつき放って、大海原に押し放つことのごとく。打ち方の刺激を焼き釜の戸を打ち払うことのごとく。残る鶴の嵐と払いたまえ、蹴るたまえことを高山の鈴木山の
末より咲く雪崩に期待つ生え通せます。セール手に神、大名にも聞いてもかくも聞いては、嵐潮の潮の八潮寺の青梅のなさはや、秋津姫という神の地、楽の御天、南東が引きずります夕子と年、虫という神、目の国、底の国に響き放ってもかく響き放っては、目の国、底の国にいますはや、さすらい姫という神の地、さすらい失いてもかく、さすらい失いまいっては、罪という罪は嵐と生えたまえ、清めたまえと、と甘つ神君に神、矢をよろどの神たともに、腰寝せとまおつ。もう15度です。
立てるって、こう、いや、反対です。反対だよね。まだちょっとあのこれ、まだ切るんじゃないと思ってる。どう？ やばかったぞ、あれ。風天の灯火だったんだ。一番太いやつがちょっと好きよ。あれはね。<笑><笑>